これさっきと同じじゃない映像の音を付けるのが違うから、しかも多分ね、これね、俺さっき思ったんだよ、お互いにね、2つやっちゃいけないんだよ、これさっき分かったよ、これね、全然映んねえの、この角度気づいてしまったの。何この明るさ、まあ、当たり感これさ、あ、超当たりっぽそうじゃん、サイレントヒルじゃんバイオのアクションシーン前じゃんおかしいじゃん、ミコホーラーなんだもん。A から C に飛ぶことによって、うん、A の最初もホラー感に出させることができる。楽しいだろうなきっと。な、これだろうな、当たりをどうやっても。これが超合ってんだろ。B を超えちゃった。じゃあ全部に俺当てれこしてあげるよ。やべえ、楽しすぎる。今日初めてのデート。あの子も待ってるから。でも俺30分前行けちゃったし、初めてデート嬉しいな。でも年前ってのは良かったのかな。なんかあんま良くないチョイスな気がするけど。っていうかスーツなんだけどどうしよう。マジどうしよう。やべえ、ネクタイがスカーフみたいにペロペロしてる。楽しすぎる。追っては来たか、逃げ切れんのか、このまま。やつら、俺が何をしたって言うんだ。クソ、ジェニアは無事か。待ってろよ、俺は必ずここから生還してみせる。リフトビル、あっと、2番目の選手、早い早いぞお、3番目の選手抜かした。絶景ナンバー B、石塚くん頑張っております。おっと、これコーナーに差し掛かりました。石塚くんは3年生の運動部主将頑張ってください。西谷ちゃん頑張ってください。じゃあ次から、次じゃあ星野が当てれこしてる。真っ赤のバラに気持ちいい。まあ一回ちょっと全体一回今日は正解をじゃあまずこれ合ってそうだな、なんかこれじゃない？正解、うん、待って、一番合ってないと思う、うん、A ワンチャンだよ、うん、これ A と B 当たりっぽいけどね。 C がひどい、 C ひどい。 A はロマンチックだよね、うん、B はなんかあの A の月9感、 B の昼ドラ感わかる？こっちはさ、あの、あなたが運命の人だったのねみたいな感じだけどさ、 B はさ、あの人絶対浮気してるいやいや、分かるでしょ。やべえ、これは当てる子してあー、ぶすみさん好きじゃん、ぶすみさんそんな、まさか浮気してるなんて。そこを積み込むかよ。うわ、あ、ちょ、やばい、やばい。ごちそうさん、ごちそうさん、やばい、やばいって。逃げろ。じゃあ俺ブスミスって演じるわ。石村か、大好き。ブスミさん、好きだ。あなたと結婚したい。ああ、結婚しよう。そんな、石村くん、なんで？私なんか悪いことした？私満足できなくなったの？浮気してたなんて、あなた証拠もあるぞ。最低。私はこれからどうしたらいいの？離婚だわ。石村くん、あなたは終わりよ。世界を破滅。あなた、私も死ぬ。
ブスミ大魔王ブスミが現れた。ブスミはベホマズンを使った。ブスミはイオナズンを使った。ブスミは燃え盛っている。あなた絶対ぶち殺す。磯村のスーパーハイテンション。おお。ブフミ。世界の半分をあなたにあげる。誰ごとあなたが半分になるのよ。おい次もちょっと娘っぽいやめてくれ。C B 仮面ライダーで流れてた。ああ正直全部当たりっぽくそうだね。なんか別の映画になるよ。うん。ブスミ。ブスミ。ブスミ。あなたは。ブスミ。なのか。なんで。いや。まさか。ブスミなわけがない。だってあなたはあの時死ぬ。もう衝撃が事実すぎんだ。よく現れたブスミよ。まさか世の馬立ちはだかる時が来るとは。褒めてやろう。だがお前の命もここまでよ。なるほどね。レディーモントル。お前とまさかこのような時を迎えようとはな。あなた、私を誰だと思っているの。あなたに付き合うに決まってるじゃない。ふん、お前はそういう女だな。レディーモントル、まさかこのような結末を迎えようとは。ミスターマンマス、非常に残念だわ。ふん、私を誰だと心得る。ふん、あなただって私の剣道を誰かが聞かなかったの。レディーマントル。貴様裏切ったのか。ミスターマンマス、あなたについていけないだけよ。そうか、お前は私を心得ていないらしい。あなたも忠告聞かなかったわね。何をさしてるんだよ。何だったんだよ。これがかわいそうになってる。これ全部やったからね。これちょっと星につけてあげて。ちょ、どういうシチュエーションかじゃね。まずでこれが今日はクリスマス。やべ。サンタさんにお願い事をして、今日はぐっすり寝るの。ああ明日が楽しみだな。プレゼントちゃんと届くかな。楽しみに寝れないや。そんな彼にもそんな彼にもサンタが来るのであろうか。今日は12月26日。目を覚ますと靴下の中には何も入っていない。そう、僕の家にはサンタが来なかったのである。あれ何これ。あれ何これ。クリスマス喜劇のプロロッカーから。サンタはいなかったんだ。それとも僕が悪いことしてたから。この家燃やすか。もうちょっと思い出るし。うわ、何おじさんたち、何しに来たの。小僧、どいてろ。俺はこの家の主人に恨みを持ったものだ。この家を燃やそう。火を放て。やめて、やめてよ。ちょっとうまいよ、ムカつく。
ABC 繋がってるっていうの。しかもじゃあ俺やるよ、うん、おい、ちょっと待って、声帯変える、声帯変えるわ。いいかも。あよしよし、いけるいける。今日はクリスマスです。とてもの力です。おー、ちゃんとリリー、あなたの季節がやっと来ましたね、1年越しに。ええ、ジル、私はサンタとしての使命を1年目に全うしますよ。頑張ってくださいね、ちゃんとリリー。いいよお嬢ちゃん、怖くはないんだよ。君にもクリスマスは来る、そう絶対だ。怖がらないで、あなたはきっと前に進めるはず。では一人で行けるね、玄関まで。何すんだよ旦那、逃がしちゃうのかよ。キャー、ゆうのすけ、命というものには鮮度があります。チール、あなたがそんなことをするなんて。ちゃんとリミ、あなたのクリスマスを妨害する気はありません。ただ皆様に祝福があるのがクリスマスという日、私にも何かないとやっていけません。ジル、あなたアンドジカルです。そうですか、私的にはこれがロジカルでございます。ジル、あなたは許せません。気持ちよくマスター先頭ですって効果音をつける進める。そんな、なんだよおい、まだ楽しませてくれなくて。